はい、んこんばんは。これはかいつまんで言いますと、えー、まあ、よくある質問です。めちゃくちゃよくある質問ですが、自分は今ダイヤなんですけど、アルマスとかウォーロードに、えー、対戦、ランクマが当たるのが面白くないですと。なので、細かくランクした方がいいんじゃないでしょうかと。まあ、これめちゃくちゃよくある質問です。まあ、その通りはり、い。まあ、その通りなんですけど、まあ、上手い人からすると、まあ、いっぱい対戦できていいよね、みたいな感じです。まあ、でも、 で、これはちょっとでこれあるんですけど、えー、処理されてる自分は楽しいわけないですが処理してる方もどうせなら対等な相手と対戦した方が楽,楽しいと感じてしまうはずですってあるんですけどいや別にこれはそんな深く考えないと思いますけどねあの、よっぽど強い人よ,よっぽどその旧武道者はあのー、常に自分と同等か強い人ってありだと思ってますけどまあ、多くの人はその体戦ってそこまで別に一戦一水にそこまでなんか、 魂込めててやってないというか対戦できたら誰でもいいっていうケースが俺はめっちゃ多いと思っててまあ自分はそうなんですけどそういう時もあるんですけどもちろんあのめっちゃ上手くなりたくて上手くなりたいからその自分と同じぐらいの人とやりたいっていう時ももちろんあるんですけどでもなんか普通に対戦ゲームってそんな深く考えてやってないからあ対戦でもするかっつってでそれがでそれが早ければ早いほどいいっていうそうそう人が相手になったら別に それで,で楽しめるから。まあ、なので、あの、うまい人はすごい得してると思います。ラン,あのランク間にさえ入れば絶対対戦できるから。まあ、だから、かなり、うん、強い人にとってはめちゃくちゃいいシステムなんですけど、まあ、でもその強い人っていうのがめちゃくちゃパーセンテージ少ないから、まあ、そこをどうするかっていう感じだね。まあ、その、マッチング幅を厳しくすると、上手くなった時にマジ対戦できなくなっちゃうから、まあ、 そこ難しいところですね。まあそういう人はもう、ラウンジに行ってくださいっていう感じにするかもね。うん。まあそれでもいいと思います、別に。もうある程度強くなったら、もうあのランクマンじゃなくてラウンジに行きましょうっていう。あの、ストフォーの時そうだったんで、実際。ストフォーの時はもう PP4000 とか5000になったら、もう、なんつうのかな。ほとんど大差ないんだけど、いない、いなくなるし、いたとしても、 こっちで勝ったら1ポイント、負けたらマイナス128ポイントみたいな感じなんですよ。まあ、それってなんか、しかも1先なんですよね。1先でそれやるんで、だから別にもうポイントを上げるっていうなんかもう、のがないから、だから5000ぐらいまでいったら、まあ自分、なんか自己紹介カードみたいな感じでした。そのランクマは、ストフォンの時は。まあそういうシステムでもまあいいのかもしれないね。まあ今のストファイムランクマはとにかく手軽に対戦者がいるっていうのが俺は好きやし、まああの、システム的にもいろんな人と、 ストホって対戦で選べるんでなんかランクもいいのに対戦で選べるってなんかちょっとどうなんかなって俺はちょっと思っちゃうんでまあスト4もブロック機能があるからまあ一応選べるんですけどまあでもダイヤとねうんいやダイヤとオーロードが同じランクはでもえげつないっすけどねもう,もうなんかとてつもない差があるんで正直まあそこがちょっとしかもその ダイヤ以上でランクマめちゃくちゃ回してる人ってめっちゃモチベ高いから必然的にグラマス以上の人がめっちゃ多いんですよだからダイヤの人がそこから上がっていこうと思ったらちょっときつすぎるっていうのはあるかもしれないです特に後から始めた人はようやくダイヤ上がったけどそっからはちょっとっていうきつすぎるのはあるかもしれないですねだ一生やっぱりランクは回してる人が結構いるから多いからで無尽蔵にポイントが増えていってるみたいな感じですよね ダイヤだけどめっちゃウルプラと反復横く飛びさせるそうやねウルプラとダイヤでやっぱりもうめちゃくちゃ下がるからねだからダイヤとかスパダイでやっぱりうんそっからなかなか上がるのが難しいっていう状況にはなってるね今のランクタイまと、あ、そこでねほんまにダイヤとかスパダイとかだけと当たれればまあもっと楽しめはするやろうねただ対戦がマッチするまでかなり時間かかっちゃうと思うけどねまあそれはどっちがいいかっていう話やね うん、ダイヤててて高見しし逆に満足して辞めちゃう人結構,結構あまあ、あの正直いい区切りだと思いますよ。ダイヤをゴールにするのは俺はもうめっちゃいいと思います。もうそっからもうなんか修羅の道なんで、あの終わりなき道に入るんで、ダイヤはある意味なんか、あの、表ボスみたいな感じだと思いますね。まあドラクエとこのそのミルドラース的な存在で、まあエスタークはもうちょっと強すぎるから、別にそこで終わって全然いいみたいな感じだと思いますね。うん。ああ、ダイヤまで行っても、あ、いや、全然いいと思いますね。 いいい区切りだと思まます、ほんまにそこは。長すぎるそっからが。だって次の目標がもうマスターとかになるからな。まあちょっと話が盛り上がっちゃいましたが次に行きましょうか。